謝罪に誠意がこもってない。いいわけないでしょ。もっと周りをよく見て歩きなさいよね。廊下はあんただけのものじゃないのよ。話をそらさない。怒ったわよ。あんたにいきなりぶつかられたわ。そりゃもう大問題ね。じゃあ何が問題だって言うのよ。っていうかなんでそんなにチロチロ見て。今起こったこと誰にも言うんじゃないわよ。言ったらすぐわかるんだからね。
わよ。誰があなたの気持ちなんて気にするのよ。私がするわよ。もっと気をつけなさいよね。あんたこそ気をつけなさいよ。何よ、あなたのせいでしょ。違うわよ。誰か言うものなら、何？どうしたの？ちょっと見ないでよ、変態！なんて思ってないくせにね。2回目が起こったことが何よりの証拠よ。そうね、あんなことが起こったまさにその瞬間に入ってきたのは不幸だったわね。さっき見たことは誰にも言わないことっていうのは言うまでもないわよね。もしこのことを廊下でのことも誰かに言ったら、誰にも言わないって言ったわ。彼はその言葉を守ると思うわよ、美恵子。なんでそんなことわかるのよ。まだ私があんたを信じたなんて思わないでよね。
しているの？あら？じゃあここを選んだのは正解だと思うわ。ちょっと、こんなやつを水泳部に入れるつもり？あんた、いろいろ問題を起こしてくれたから水泳部に入りなさい。水泳部には今新入部員が本当に必要なの。もしこのまま誰も入部しなかったら水泳部は廃部になるわ。もしそれが本当なら、そもそもあなたを勧誘なんかしないわ。でしょ？もちろん、信じるわよね。でも、周りのみんなが言っていることが、全部真実だなんて思っちゃダメよ。じゃあそういうことで。